皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、正の数と負の数の6回目。今回は加法と減法が混じった式、つまり一つの式の中に足し算と引き算が入っている、こういう場合の計算について説明します。加法と減法が混じった計算、これは足し算、加法だけの式に直して計算をします。では実際に例を使ってやってみます。プラス2引くマイナス7足すマイナス5と、こういう式ですね。ここに引き算があります。この引き算を足し算に直します。ですから引くを足すに直すと後ろの数字の符号が変わりましたね。ですからマイナス7はプラス7になるわけですね。つまりプラス2足すプラス7足すマイナス5と、こういうふうに足し算だけの式になりました。この時加法の足す、ね、この記号で結ばれた括弧の中の数字、プラス2プラス7マイナス5ですね。プラス2プラス7マイナス5、これをこの式の項と言います。項には正の項と負の項があります。正の項はプラスがついている、プラス2とプラス7、負の項は負の符号マイナスがついているマイナス5と、このようになります。では実際に、ね、加減の混じった式を加法だけの式、これに直して計算をしてみましょう。括弧1、プラス3引くプラス7足すマイナス6、ここが引き算になっていますよね。ですからここを足し算にすると後ろの数の符号プラスがマイナスになってマイナス7になりました。つまりプラス3足すマイナス7足すマイナス6と、ね、プラス3は正の項、マイナス7負の項、マイナス6負の項、こうなりますね。この時正の項は正の項同士、負の項は負の項同士で計算をしていきます。正の項は1つしかないのでプラス3ですね。そして負の項はマイナス7足すマイナス6、マイナスの方がついて絶対に足した7足す6で13ですね。とプラス3足すマイナス13、正の数と負の数の異符号の足し算、この時には絶対値を見て絶対値の大きい方の符号を答えにつけて、3と13ですから13の方が絶対値大きいですね。13についての符号はマイナスですからマイナスをつけて数字同士引き算、絶対値は引き算して13-3でマイナス10が括弧1の答えということです。では括弧2番です。マイナス5引くマイナス3足すプラス4ですね。これをね、足し算に直します。ここ足すにするとマイナス3がプラス3になりました。そうするとマイナス5足すプラス3足すプラス4と、こうなりますね。負の項マイナス5、正の項はプラス3とプラス4ですね。負の項1つしかないので前に出して、そして正の項同士足し算をすると3足す4でプラス7と、こうなります。絶対値を見ると5と7ですね。5と7です。ここでは7の方が絶対値大きいので答えは正の数になります。ですから答え正の符号をつけてプラスと、絶対値引き算7-5で2と、答えはプラス2と、このように計算できるわけです。では次はここ式すべて括弧に入っているんですけど、この括弧のない式の作り方、これについてお話しします。括弧のない式の作り方に入ります。加法と減法が混じった計算、これを加法だけの式に直してこの足す、この記号を省いて項を並べると
これ括弧を使わない式ができるんですね。実際にやってみましょう。言葉だけだとちょっと分かりづらいので実際にやってみます。括弧のない式にすると、括弧1マイナス4引くマイナス7引くプラス3足すプラス5と、これを加法足し算だけの式にすると、ここの引き算を足すにすると後ろのこのマイナス7のマイナスがプラスになって、この引くプラス3ここを足し算にすると後ろのプラス3のこの符号がマイナス3になるということですね。ですからこれ並び、書き直すとマイナス4足すプラス7足すマイナス3足すプラス5とこうなります。ここに項が出てきましたよね。この項を並べていくと括弧はない式になるんですね。マイナス4ここですね、足す7、プラス7、これが来ました。そして引く3、そして足す5と、この式とこの式実は同じなんですね。ですからマイナス4これ負の項、足し算になっている足す7これは正の項、引く3となっているここの部分は負の項で、足す5ここが正の項ということになります。これをまず正の項を前に負の項を後ろに並び替えをしましょう。で前からやってもできるんですけれど、計算ミスを防ぐために、ね、慣れるまでは並び替えをしてください。正の項は7ですね。この正の項先頭に来るときにはこの足し算の符号消えます。プラスの符号消えます。7足す5、次に負の項引く4引く3ですね。7足す5は12ですね。負の項を合わせるとマイナス4マイナス3ですから、ここは引く7となります。12引く7は5ですから答えは5です。このようにして計算していくわけです。正の項が今のように式の先頭に来るときにはこの足す、ね、プラスの符号ですね、これは書かないと。これもここで覚えておきましょう。じゃあ括弧2番もやってみます。プラス6足すマイナス5引くプラス4引くマイナス1、この引き算足し算に直すと足すにするとプラス4がマイナス4、足すにするとマイナス1がプラス1になると、こういうことです。では一気に括弧のない式にしちゃいましょう。プラス6先頭に来るのでこのプラスの符号を書かないで6、そして引く5、カッコのが引く4、カッコのが足す1と、こうなりました。同じように並び替えをしましょう。正の項を前に持ってきますね。6足す1引く5引く4になりました。前の部分は6足す1で7、マイナス4マイナス、あ、マイナス5マイナス4ですね。ここの部分は負の数同士の足し算と考えてマイナス9となります。で7引く9、負の数ね、負の項の方が大きいですから答えは負の数になってマイナス絶対値は引き算9引く7で2、答えはマイナス2と、このように計算していきます。後半ではね、括弧のない式にして計算する方法、これを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。